ご視聴いただきありがとうございます。今日はりんちゃんのバースデーケーキを作ろうと思います。お願いします。今日はりんちゃんのケーキ作るね。材料の紹介です。茹でて潰したかぼちゃです。みじん切りにしたキャベツです。キャベツをみじん切りにします。赤くなりました。茹でて潰したさつまいもです。さつまいもです。水切りしたヨーグルトです。はい、こうちょっとどんな風になってるかちょっと見ますかね。あ、ほら、なんかこれなんて言うんですか、ホエイ、よくわからないやつ切れてます。よくわからないやつっていう言い方はいけませんが、いいです。取り出しやすいようにサランラップをかぶしたカップに詰めていきます。お願いします。まずはかぼちゃさんから、かぼちゃさんから空気が抜けるようにキュッキュと詰めます。甘い匂いがします。美味しそうですね。色合いもとっても綺麗です。平らにならします。はい、匂いします。淡いキャベツの色が可愛らしい色になってます。ね、春らしい色ですか。よしいいかな。はい、ではさつまいもを入れます。お願いします。あ、どうでした、お芋の甘い甘いのが、うん、美味しいですね。砂糖が入ってないから、ほんのり甘い、ね、あ、なんだろう、味見タイム、味見タイム。見えなかった今。いや、なんとか取り出せました。ぺったりひっついてなんとか取れました。よかったです。なんか結構かわいいお山が立ちましたよ。結構チーズみたいになってますね。泡立て器で滑らかにします。上のトッピングにイチゴとブルーベリーも使います。
なんか雪だるまみたいになってきましたね。お目目さんがついた。で、口つけた。あ、お腹までついた。かわいい、ちょっとかわいいよ。9歳のキューは人参で作りました。はい、おいじゃあ、りんちゃんお誕生日おめでとう。おいしく食べてね。おい、いくよ。おい、まただよ。いいよ。お、来ました。あ、一発で飲み込んじゃいました。かわいちゃん、かやちゃんどうした？食べにくい？食べにくい、へばりついて食べにくい？あれちょっと取っちゃダメだ。兄ちゃん取っちゃダメだよ。兄ちゃんそれ母ちゃんの分だね。母ちゃんの分だよ。あんまり食べ過ぎてもダメだよ。そうそうそう。かいかい。かい。いらないか。もういいの。かちゃん、お腹いっぱいになった。かちゃん、いちごとあんまり好きじゃないか。ああ。みんな大好き。お腹好き好きですよ。美味しかったね。ごちそうさまでした。